青木優奈は日本のフィギュアスケート選手。神奈川県横浜市出身。血液型は A 型。5歳の時に鳥のオリンピックの荒川静香の演技を見てフィギュアスケートを始めた。憧れの選手はフィギュアスケートを始めるきっかけとなった荒川である。横浜西風高等学校卒業、日本大学在学中。2013年。 全日本のオービス選手権で2位となり、初出場となった全日本ジュニア選手権では、SP で5位につけるも、FS で18位に沈み、総合15位となる。初の国際大会となった2014年プランタン杯では、ノービスクラスで優勝。2014から15シーズンは、2014年、アジアフィギュア杯及び2015年チャレンジカップの、ノービスクラスで共に優勝。 全日本ロオビス選手権で初優勝し、全日本ジュニア選手権では SP3 位、FS6 位で総合5位に入った。また2015年世界国別対抗戦に開催国の招待選手としてエキシビションに参加した。2015から16シーズンより日本スケート連盟のフィギュアスケート強化選手に初めて選ばれる。初戦の2015年アジアフィギュア杯では、 ジュニアクラスで優勝。ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP リガハイで7位となる。この大会の SP では、難度の高い3回転ルッツマイナス3回転ループのコンビネーションジャンプを史上4人目に成功させた。全日本ジュニア選手権では7位となる。初出場となった全日本選手権では16位となる。2016年ババリアンオープンの ジュニアクラスでは2位入賞する。2016から17シーズン、初戦の JGP チェコスケートで4位、続く JGPB シュベルター坂で5位となる。2018から19シーズン、2019年2月に開催されたババリアンオープンがシニアデビュー戦、SP で68.43点を出し、宮原さと子を抑えトップに立つ。フリーは、 宮原に次ぐ2位の114.47点、合計182.90点で、宮原に次ぐ第2位。得点は公認されない。2019から20シーズン、9月開催の ISU ジュニアグランプリシリーズ第4戦チェリアビンスクにエントリーされていたが、8月に左足首を骨折し、危険。同時に治療のため同シーズンの試合を欠場することを、 本人のインスタグラムにて発表した。2020から21シーズン、骨折を乗り越え、東京選手権で復帰。アクセルを除く5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる。2015から16シーズンには3回転ルッツマイナス3回転ループのコンビネーションジャンプを ISU 公認の競技会にて、イリーナ・スルツカや、安藤・ミキ、アデリナ・ソトニコワに続き史上を4人目に成功させた。 また同シーズンに、樋口若葉も成功させ、その後、川畑和愛、アリーナザギとは、アレクサンドラ・トゥルソワが成功させている。その他にも3回転サルコーマイナス3回転ループや2、回転半アクセルマイナス3回転トゥーループ3、回転ルッツマイナス3回転トゥーループのコンビネーションジャンプをプログラムに取り入れている。ABC 青木優奈が骨折乗り越え復帰ジャンプ苦しむも一歩。日刊スポーツ新聞社。2020年11月7日閲覧。フィギュア女子のホープ青木優奈、憧れは荒川静香。ウォーカープラス。2020年11月7日閲覧。青木さんが ISU ジュニアグランプリシリーズ出場。横浜西風高等学校公式ウェブサイト。 2020年11月7日閲覧。青木優奈が SP 首位発信宮原2位ババリアン OP 日刊スポーツ2019年2月10日。宮原里子逆転で優勝シニアデビューの青木優奈は2位。ババリアン OP スポーツ日本2019年2月10日。ご報告。インスタグラム2019年8月25日閲覧。ありがとうございます。